1881年10月25日、スペインで誕生。父は画家、8歳で油絵を描く。1897年、科学と慈愛が国立美術展で入選する、マドリードの王立、サンフェルナンド美術アカデミーに入学。1898年、王立アカデミーの体制に失望、症候熱にかかったため、中退。1899年、初の個展を開く。1901年、青の時代。青の時代とは、親友が自殺し、ショックだった心境を、無機難量のプロシアーを使い、表現した。1904年、パリに移住。1905年、バラ色の時代。バラ色の時代とは、フェルナンド・オリビエという恋人ができ、自分を取り戻した。1906年、アフリカ彫刻の時代。アフリカやイベリアの彫刻の影響を受けた。1907年、プロトキュビズムの時代。1908年、分析的キュビズムの時代。風景画をやめ、人物や置物などを描く。1812年、総合的キュビズムの時代。キュビズムとは、一度バラバラに壊し、またそれを一つの画面上に再構築する手法。当時は大批判された。そして最も有名なゲルニカです。この絵の解釈は一つではなく、人それぞれが自由に感じることができるということ。1947年、陶芸家としても活躍した。1973年、帰らぬ人となりました。彼は誰？彼は絵画を通して何を言いたかったのか。目標を一つ決め、全力を尽くす。しかし、目標が高すぎ、到底叶えられそうにない。という時、ありませんか？まず自分がどこまでならやれるのか、を見極め、目標を下げ、それを全力で叶えていく。次に少しハードルを上げる。そのうちに元の目標に近づいていく。それが彼の言葉、今、この瞬間を生きる、なんです。